ボビンは必ず本機純正ボビンを使います。厚みの違う従来品を使用すると怪我や故障の原因となります。糸立て棒を最後まで引き出し、下糸用の糸コマを糸立て棒にしっかり差し込みます。下糸の糸を本体上部左側にある皿に手前から奥へと回し糸をかけます。ボビンの溝と下糸巻き軸バネの位置を合わせて軸に差し込み、カチッと音がするまで右に押します。右手で糸端を持ち、ボビンに時計回りに 5,6 回巻きつけます。巻きつけた糸をボビン受け座のガイド溝に引っ掛けて右に引いて糸を切ります。スピードコントロールレバーを右に動かし電源を入れ、スタートストップスイッチを1回押すと下糸巻きがスタートします。巻き終わるとボビンの回転がゆっくりになりますので、スタートストップスイッチを押してミシンを止め、糸をハサミで切ります。下糸巻き軸を左に戻してボビンを軸から外し、スピードコントロールレバーを元の位置に戻します。